長良川鉄道ながら3型機動車。長良川鉄道ながら3型機動車。長良川鉄道ながら3型機動車は、開業時から使用されている長良1型を置き換えるため、1998年、平成10年から2001年、平成13年にかけて量が製造された、長良川鉄道の機動車である。長良300型と表記されることもある。2016年、 平成28年に2両が観光用車両に改造された。1986年昭和61年12月に国鉄小指南線を第三セクター鉄道に転換して開業した長良川鉄道では配置13両、使用12両の体制で運用を続けてきたが、開業時に導入したながら1型が12年を経過して老朽化が進行したことから、 更新のため1998年、平成10年から2001年、平成13年にかけて、両運転台全面貫通式、トイレなし、16メートル車体のながら3型7両が製造された。1両を除いて車内はセミクロスシートとなった。経営難のため7両で製造は終了し、2007年、平成19年以降の新造はながら500型に移行した。 2016年、平成28年には2両が観光列車ながらように改造されている。明治鉄道明智10型に始まる第3セクター鉄道東京議会が制定した標準型車両だが、車体長は明智10型より1メートル長い1万6000ミ、mm、リメートルとなった。乗務員室は左隅で、乗務員室がある部分のみ乗務員扉が設けられた。 客用扉の 900mm 幅引き戸が片側2箇所、両車端に設けられた。扉間に上段固定、下段上昇の 1200mm 幅の窓5組と、運転席がない側の扉側に 670mm 幅の窓が設置されたが、飛ぶ黒部には窓がない。車体外部は円磁色で扉部のみ緑色となった。車内は一両を除き、 セミクロスシートでトイレは設置されなかった。4人掛けボックスシートが通路を挟んで左右に、各3組が設けられたが、右と左では1ボックスずれて配置されているほか、全体が1ボックス分身のお頼りになっており、北濃寄りのロングシート部が長くなっている。扉脇に2カ所シャイススペースも設置された。ながら306の座席は、イベント対応のためロングシートとなった。エンジンは、 電子ガバナの日産ディーゼル製、PF6HT03 ディーゼルエンジン、定格出力 217kW に 100rpm を一気搭載、動力は変速2速、直結1速の新潟コンバーター製タクン -22 の1604液体変速を介して台車に伝達される。変速1速から2速へは、約時速 40km で自動変速される。 そもそも速用として、機関ブレーキ、排気ブレーキを備える。前くらい、側台車は二軸駆動の同台車 FU34KD、後くらい側は、付随台車 FU34 キロトンで、いずれも枕羽根が上、枕式の空気羽根、軸箱指示は、軸羽根式である。制動装置は、SME 三管式直通ブレーキが採用された。暖房装置は、 エンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は能力2 7 9キロワット、2 4 0 0 0カロリー、h の BU50 が一機搭載された。1992年、平成4年のピーク時には、長良川鉄道の年間輸送人員は1800万人余りに達していたが、その後沿線人口の減少や平行道路の高規格化などによって、 利用客が減少、2015年、平成27年には800万人を割る状態となった。沿線利用客の増加が見込めない状況の中、地域外から観光客を呼び込むため、ながら3型2両を改造した観光列車を導入することなった。三戸岡栄治のデザインにより、安らぎの空間の創造、ぬくもりのある昭和を感じる空間、乗ること自体が楽しい列車。 心の故とがコンセプトとした観光列車、ながら2ながら301、302が改装された。沿線の自然、雪景色、ながら川と映えるロイヤルレッドに、車体色が変更され、ゴールドのロゴマークが入れられた。ながら301は、乗車制限のみで乗車できる、森法となり、4人がかりテーブル席6組のほか、6人掛け、4人、がかりのソファー席、4人用、 カウンター席、土産物を販売するカウンターが設けられた。ながら300には、食事を提供する、あゆ号となり、2人がかりテーブル席5組、4人がかりテーブル席2組、3人がかりテーブル席4人用、カウンター席各1箇所、食事提供用のミニキッチンが設けられた。それぞれの区画は、ガラスパーティションなどで区切られている。2両とも、窓枠には、 岐阜県産のヒノキが使用された。森号、ながら301の定員は82人、座席38人、あゆ号、ながら302の定員は立席なしの27人に、車両質量は2両とも27.5トンとなった。2016年、平成28年4月27日から営業運転を開始、土日祝日を中心に1日1往復運転され、あゆ号は、 美濃大田駅駆上八8万駅間の運転、森号は美濃大田駅北農駅間の運転となっている。長良川鉄道では、長良1型、長良2系の総数13両に対し、使用12両の体制で運用を行っていたが、老朽化により運用に支障をきたすことがあったながら、1系の代替用として1998年、平成10年に長良3型が登場した。 2001年、平成13年までに7両が製造されたところで、資金難により代替が中断、2007年、平成19年に再開された、代替新造はながら500型に移行した。長良川鉄道全線で運用され、2016年、平成28年には2両が観光列車に改装された。2018年6月3日には、長良2号において、 既存観光列車の2両にながら500に、川風号が連結されて3両運行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。